皆さんこんにちは。もう一つ今日3つ目の動画を配信します。まあ毎日一つずつ配信した方がいいんでしょうけども、まあ、面倒くさいから固めてやるということで、3つ目のあれをしますけれども、このテーマはですね、この間のヘルシンキで行われたトランプとプーチンの首脳会談なんですけれども、まあ、結局成果はなくですね、合意もなくロシア疑惑についての解明もなくですね、終わったということらしいんですけども、しかし今日の新聞でですね、産経新聞で唯一合意したことがあったと書いてあって、それは何かというとですね、イスラエルの安全保障についてアメリカとロシアが共同するということなんですね。で、具体的にはですね、シリア情勢についてまあ、イスラエル、反イスラエル勢力がシリアにもいるわけで、それに対してシリアの安全保障を守ると、こういうことらしいんですけども、しかし、イスラエルの安全保障といえば最大のテーマはパレスチナ問題なんですね。で、私はもしアメリカとロシアがですね、今のパレスチナ問題でイスラエル寄りの政策で一致したとするとですね、私は事態は非常に深刻で、もうパレスチナは未来永劫にですね浮かばれないと。つまりパレスチナ問題の平和的な公正で持続的な解決はですね、もう無理だということを意味します。ネタニヤフ首相はですね、その合意を見て喜んだということですけれども、アメリカとロシアがですね、イスラエルのパレスチナ弾圧政策を認めるようではもうこの世は終わりだという気がします。まあ、軍事派遣国、今はアメリカはもちろんそうですけども、中国、ロシア、まあ、そういうのが依然としてですね、世界を牛耳っているということなんですけれども、その軍事派遣国家がですね、自らの軍事力を捨てて平和で共存するというんだったらいいですけれども、彼らがですね、悪いことで一致すればですね、世の中はもうその悪いことが まかり通るわけです。で、最悪の事態ですね。私は中国がですね、この間習近平が、パレスチナ問題の公正、な平和を望むという発言をして、私は中国に期待してるんですけども、もし中国がですね、まあ、アメリカとの関係、今貿易戦争あるんですけども、関係でこのパレスチナ問題についてもアメリカの政策を取ればですね、もうその時は本当の意味で絶望的なんですね。私は中国がですね、習近平がこのパレスチナ問題について、公正で、持続的な本当の平和についての仲介役になってもらいたいと、まあ思っています。